ゆずソフト。ブダバン実況を始めていきたいと思います。さて、今回で多分ミナセルート終わりなんじゃないかな。5月に入ってるし、多分今日これが最後、ミナセルートの最終回だと思います。では続きやっていきましょう。あれは…え？どうかしたんですか？俺とミナセが校門前に着いたとき、何やらたくさんの学生が校門に集結していたわ。みんな円山の制服着てるし、よく見ると円山バラスバンド部の部員の顔もちらほらと見れる。どうやら円山ブラスバンド部の連中が集まってるみたいだけど、なんだこれ、何の集会だ？何ですかね。まだ授業が始まるまでには時間がありますし。なんだ貴様ら、こんな時間に何をしておる？いや、ただ尊大な態度でどこからともなくおっさんが現れた。別に投稿しただけですか。で、貴様らは教師に会っても挨拶をせんのか？おはようございます。おはようございます。機嫌に怒ったようにミナスが挨拶する。おっさんは特に気分を害した様子もなく、仰々しくうなずいた。これからは言われる前にちゃんと挨拶をするんだな。なんだねその目は、何か文句でもあるのかね？別に何でもないです。口を尖らせてそっぽを向くミナセ、そしておっさんの視線がじろりとこちらを向く。さて、そろそろ行くとするか。行く？知りたいか？まあ知りたいというなら教えてやってもいいが。別に興味はないです。そうかそうか、そんなに知りたいなら教えてやろう。いつも通り会話ができない人。このおっさん、ちゃんと耳が機能してるのか？我々はコンサートホールに練習をしに行くのだよ、一日中な。コンサートホール？私の人望をもってすればこのぐらいたやすいのだよ。だからこれから部の連中はコンサートホールに向かうところでな、今はバスが到着するのを待っているところなのだよ。ふふんと鼻を鳴らしながら俺たちを見下すハゲ。コンサートホール、これはまた金のかかりそうなことを。まあ貴様らにはこのような練習場所、豚に真珠、猫に小判といったところか。おっさんが偉そうに言ったとき、バスが学園内に入って、おっと来た来た、それでは行くかな。笑いながら去っていくおよっさん。俺とミナスはその背中を見ながら立ち尽くした。腹が立つ、何なんですかあのハゲは。まあ気持ちはわかるけどな。だいたい授業はどうするんですか？授業はサボりですか？そこら辺はあのおっさんが何とかするんだろう。しかし、コンサートホールで練習か。コンクールの開催はこの学園の体育館なんだから、練習するのは体育館ですればいいのに。その方が仕上げする場所としては適当だと思う。まあ、無駄に形式張りたいんだろうな。先輩先輩、こうなったら私たちも練習しましょう。はあ、いや、そりゃ俺もできることはしたいけど、俺たちには練習できる場所がない。いつも通りの練習してたら他の授業を行ってる人たちに迷惑っていうか、先生に怒られるだろうし、そもそも俺たちは授業をサボることなんてできない。まあそこは我慢するしかないだろう。さすがにそれは無理だ。
なんだそこの二人。こんなところで何をしてるんだ？あ、先生！仲睦まじくするのはいいが、時と場所を考えた方がいいぞ。先生、俺とみなせのこと知ってるんですか？しか、みんなに公言した時には、カズネ先生はいなかったはずだけど。まあ、こういう話は足が早いからな。どこからともなく話は流れる。そうです。それよりも先生！二人に震えるみなせがいきなり俺と先生の間に割って入った。なんだ。びっくりするだろ？知ってますか、先生！つぶら山の人たちはコンサートホールに練習しに行ったんですよ！ああ。そういえば、そんな話があったような気がするな。何をのんきに構えてるんですか！私たちだって練習したいですよ！練習させてください！いや、そんなこと言われてもな。私にはコンサートホールを抑える権力なんてないぞ。そりゃまあ、そうだろうな。カズネ先生にそんなコネがあるんなら、もっと最大限にフル活用してるはずだし。でも。私にできるのは、この程度だよ。そう言って、カズネ先生は俺の胸ポケットに何かを差し込んだ。なんだこれ。何ですかこれ。見てわからないか？鍵だ。いや、だから、どこの鍵なんですか？若い二人に渡す鍵だぞ。自分で考えてみろ。何を言い出してるんだこの人は。あんまり、明日に響かない程度にしておけよ。ふふふと怪しげに笑うカズネ先生。何言ってんですか先生、ふざけないでください。ふざけてなどいやしないさ。これは、音楽室の鍵だぞ。え？音楽室の鍵？それじゃあ、さっきの言い回しは。俺が間抜けな声を上げるのを見て、カズネ先生はにやりと笑いかけてくる。この人、確実に俺をからかってんな。何を想像したかは知らないが、音楽室で変なことだけはするなよ。しませんよ。俺は自分の顔が赤くなるのを感じながら声を荒げた。それで、この鍵はどうしたんですか？先生の鍵ですか？いや、これは新しい鍵だ。私が本気になれば、この程度の鍵、楽勝で複製できる。いや、楽勝って。まあ、ご祝儀だ。末永く幸せにな。結婚するわけじゃないんだから。つかこの人、本当に教師なんだろうか。もっと違う仕事で神とか呼ばれてるんじゃなかろうか。まあ、せっかくだからありがたく使わせてもらいますけど、いいんですか？勝手に使って。今日はおっさんも帰ってこないだろうし、好きに使って大丈夫だろ。でも、授業が。一日くらい大丈夫だろ？出席日数を気にするには、まだまだ早い時期だぞ。そうじゃなくて、授業に出ずに練習し続けることなんて。そっちも何とかしてやろう。一日ぐらい、文句を言わさないことぐらい、簡単だ。そうですか。この人、本当に何者なんだろう。やったじゃないですか、先輩！練習ですよ、練習！まあ、せっかくもらった機会だし、通用するか。はい、そうですね。それじゃあ、みんなに報告しに行くか。まあ、後悔しないように。頑張れよ。ねえ、勝手に入っていいの？ああ、大丈夫だろう。カズネ先生のお墨付きだ。あの、それって、勝手に入るのと同じなんじゃ。大丈夫です。つぶら山の人たちは他の場所に練習しに行ってますから、バレなきゃいいんですよ。使ってないんなら使っても大丈夫だろう。悪いことするわけじゃあるまいし。そうですよね。皆さんもこの学園の学生なんですし。そういうことだね。
学園の学生が音楽室を使うことに文句があるはずがない。しかも今日は音楽室はきっと誰も使わないだろうし、それならさらに文句言われることはない。というわけで今日は一日中練習するぞ。何か不都合なやつはいるか？まあ明日のことを考えるとそれもいいかもしれないわね。そうですよね。それじゃこのまま練習を始めちゃいましょう。そうですね、それがいいと思います。よし、やるか。他の連中も特には文句を言い出しそうなやつはいない。それじゃあこのまま始めてしまうか。それじゃあ9時準備をしてくれ。そうしてみんなはそのまま自分の楽器を取りに音楽楽器庫に向かう。さっと俺はみんなの準備が整うまで音楽室でおとなしく待つ。それじゃあ昼休みはいつも通りということで、再開は昼休みの終了と同時な。そうしてみんなは楽器を置いてそのまま自分たちの教室に戻っていく。さてと、俺も昼飯を取りに教室に戻るか。先輩、先輩はお昼どうするんですか？どうするって普通に食べるけど。じゃあ一緒に食べましょうよ先輩。そりゃまあ構わないが、今日も手作り弁当か？はい、今日も作ってもらっちゃいました。嬉しそうに笑うミナセ。どうやらミナセの家族関係は問題がなさそうだ。というかきっとどんどん良くなっているのだろう。よかった。それじゃあその手作り弁当を持ってもう一回ここで。ここで食べるんですか？ここじゃ嫌か？別に嫌じゃないですけどみんなに先輩との仲を見せびらかすのもいいかなって。勘弁してくれ。そんなことしたら俺の精神が一気にすり減ってしまう。でもまあ先輩と一緒ならどこでもいいんですけどね。それじゃあここな。わかりました。それじゃあここでいいです。よっか。あ、そうだ、おかずの交換とかやってみるか。いいですねそれ。あ、でも卵焼きはダメですからね。あれは私のお気に入りなんです。なんかそんな風に言われて食べてみたくなるな。よし、くれ。ダメって言ってるでしょうが。そんな会話をしながら俺たちは昼休みの時間を過ごした。ふう、まさか本当に練習し続けることになるとは。いやー、充実した一日でしたね。結局本当に朝から晩までずっとコンクールに向けて練習をしていた俺たち。音楽室でずっと練習を続けても誰も文句を言いに来るような先生はいなかった。本当、いろんな意味ですごい人だ、かずね先生は。これで明日は勝ったも同然ですね。さあ、それはどうなんだろうな。努力したから勝つってわけでもないだろう。それに努力したのは俺たちだけじゃない。つぶら山のぶら奴らだってちゃんと努力を積み重ねたはずだ。ということはどちらにもチャンスがあって、それはしかも向こう側の方にたくさんチャンスがありそうだ。まあつまりはあれだ、ここまで来たら考えるだけ無駄だってことだ。なんだかすごく適当な話に聞こえますね。しょうがないだろう、勝負なんだから勝つのは片方でもう片方は負けるんだ。そんなこと私だって分かってますよ。そうじゃなくて絶対に勝つっていう意気込みが大切だと言いたいんです。それはまあそうかもしれないが、言いたいことは分かるし気合は重要だということも理解しているつもりだ。まあなるようになるさ。先輩って緊張したりしないんですか？緊張ね、
そりゃ俺だって緊張するし、不安にも思う。しかしながら、これまでの生活を送っているうちに、なんだかそんなものはかき消えていった。なんだろうね、これは。まあ、それぐらい忙しくて、いろんなことがあったんだ。うん、そういうことで納得しておこう。でもまあ、明日になったら緊張するかもしれないな。今はまだ平日の延長みたいな感じがして、明日のコンクールの直前には緊張や不安でいっぱいになってくるのかも。どのみち、そういうのは直前になるまで感じることができないのだ。となると、まあ、これだけは言えるね。あれこれ考えるよりも、今日はちゃんと飯食って寝る方がよっぽど有意義だ。それは、そうかもしれませんけど。でも、私は少し不安です。お前、意外と繊細の心の持ち主なんだな。うわぁ！失礼な！私だって、か弱い乙女なんですからね！か弱い乙女ね。まあ、弱い部分はこの前知ったけど、この元気な子を捕まえて、乙女と言われてもな。ああ、ごめんごめん。そんなつもりじゃなかったんだけどさ。やれやれ。水瀬はご立腹で俺から視線をそらした。前から思ってたけど、水瀬、結構怒りやすいよな。ごめんば、悪かったよ。そんなに怒るなってば。どうしたら許してくれるんだ？それじゃあ、この不安を、何とかしてください。ああ？不安を何とかしろって、それはお前の心の問題だろう。俺にどうこうできるような問題じゃないと思うが。とはいえ、このまま放置しててもミナスの機嫌は治らないだろうし。考えた挙句、俺が出した答えはミナスの頭を優しく撫でることに、撫でてやることだった。これでどうだ？まだダメです。それじゃあこれは、俺は片手の頭を撫で続けながら、もう片方の手でミナスの少し冷えた手を握る。ほのかに冷たいその手を俺の体温で温めてやりながら視線を向けると、ミナスは少し照れたように俺を見上げた。その程度じゃ足りません。俺は撫でていた手をミナスの後頭部に回し、掴んだ手を軽く引っ張った。それじゃあ、これでいいか。それなら、大丈夫かもしれません。言いながら、目を閉じたミナスに口づけをした。さて、大会当日です。コンクール大会当日 ?5 月2日。まもなく、学内音楽コンクールを始めます。学生の皆さんは、速やかに体育館に移動してください。ああ、なんか、だんだんと緊張してきた。俺は体育館から漏れ聞こえるつぶら山ブラスバンド部の演奏を聞きながら、足をトントンと地面に叩きつけた。すでに何度も俺の足によって掘り起こされた地面が黒い土を覗かせている。はぁ、あ、昨日は気楽に考えろって言ってたくせに、当日になると何ですか、そのチキンぶりは。いや、そうは言うけど、俺だって好きで。ああ、もう普通に喋ってください。だから俺だって好きで緊張してるわけじゃないんだって。まさかこんなに緊張するとは思わなかった。昨日の段階では全く緊張なんてしてなかったのに。今では鼓動がバクバクとして手先が震えてきそうだ。
お前、よくそんなに普通でいられるな。昨日とは大違いだ。ああ、どうしてでしょうね。なんか大丈夫なんです。先輩のおかげかな。そうか、わかったぞ。俺の度胸はミナスに吸い取られ、代わりにミナスの不安が俺の中に。そんなバカなことあるはずないか。はぁ、神器臭いため息とかやめて、もっと前を見ましょう。コンクールまであとほんの数分なんですから。こいつは、さらに俺を緊張させるようなことを言ってどうするつもりなんだ。俺が恨めしげな視線を向けると、ミナスはゆっくりと俺の手を取った。はいはい。それじゃ、行きますよ。そろそろ時間ですし、指揮者がいなければ始まらないんですから。おい、ちょっと。俺はぐいぐいと引っ張ったミナスに連れられて、そのまま体育館の方に連行されていく。おい、大丈夫だって。そんなに引っ張らなくても逃げやしないって。俺は言いながら、ミナスの腕を振りほどいといた。そんな俺を真剣な目で、ミナスは見つめてきた。大丈夫ですよ、先輩。廃部になんてなりません。だから、頑張りましょう。ほがらかな笑顔でそう言ってきたミナス。そんな表情を見ていると、悩んでいた自分が馬鹿らしくなってきた。ああ、そうだな。行くか。はい。俺はミナセと共に体育館へ続く廊下に向かった。よいしょ、よいしょ。はい、すみません。電話鳴った。うん。はい、続きやっていきます。お、ようやく来たか。そろそろ時間だが、準備はいいんだろうな。はい。大丈夫です。いい面構えだな。その調子で一発かましてこい。部長だけじゃない。お前らもそうだぞ。学園側とあのハゲのおっさんを見返してこい。カズネ先生はそこまで言って言葉を切った。それと同時に一貫の方からパチパチと拍手が聞こえてくる。ちょうど終わったみたいだな。よし、それじゃあ行くか。俺を先頭にしてみんなは歩き出す。その頃にはもう誰も口を開かなくなっていた。張り詰めた空気を携えたままで俺たちは体育館に向かう。拍手が収まり静かになった体育館。みんなの視線が集まる舞台に向かって俺たちは足を踏み出した。まばゆいばかりのライトに照らされ、俺の視界が一瞬にして真っ白になった。続きまして、元赤城山ブラスバンド部による演奏を行います。曲は、霞満作曲、絆、吹奏楽のために。そして耳を打つ拍手。雰囲気に飲まれそうになるが、その真っ白になった俺の視界に、一瞬ミナスの笑顔がよぎった。大丈夫だ。俺は頭をよぎった笑顔に安心しながら、ゆっくりと台の上に登った。立った。
無言の時が流れる中、俺たち元赤城山とつぶら山のブラスバンドの部員が勢ぞろいで放送を待っていた。開票、遅いね。そうね。そろそろ放送があってもいいと思うんだけど。人の手で確認しているから。いや、しかし、これだけ時間がかかるということは、競り合っているのかもね。二つの部の合奏が終わり、投票の結果を待っているものの、空気が重い。そして結果が出るまで全然落ち着くことができない。遅いですね。ここは一つ、私がパッと言って直接聞いてきますよ。え、でも放送がないんだから、まだ終わってないんじゃないかな。すぐに結果は出ます。もう少し、静かに待ったらいかがなのです？その言葉にみんなは黙り込み、再び静かに結果の放送があるのを待った。まあ、結果など聞かずともわかっているがね。それはまたすごい妄想ですね。うん、何か言ったかね。いえ、別に。マイクテスト、マイクテスト。聞こえてきた声に全員が体を硬直させてスピーカーを直視した。少しノイズの乗った声にみんなは神経を集中させる。ただいまより学内コンクールの結果を発表します。第1回学内コンクールの結果は288票対273票、15票差で赤城山ブラスバンド部の勝利です。その声が響くとともに、静寂が音楽室の中を支配した。そして時が止まってしまったかのような空間の中、突然歓声が上がる。やったー！勝った！勝ちましたよ、先輩！本当に勝っちゃった。すごいよ！私たち勝ったんだよ！おめでとうございます、先輩！まさか、本当に勝ってしまうとはね。おめでとう。ああ、ありがとう。何、ほうけてるんだよ！勝ったんだぞ、俺たち！敗部を免れたんだぞ！まだスピーカーから聞こえてきた声を信じることができない。俺たちが勝った。何を、ぼーっとしていますの？あなた方の勝ちなのですよ。あ、うん、ありがとう。君たちには感服したよ。まったく、かなわないな。爽やかな笑顔を浮かべて、俺に握手を求めてくるもアシア。その爽やかすぎる気持ち悪さに、徐々にこれが現実だという実感が湧いてくる。やった。認めん！まっけ！私の教えていた部が負けだと、そんなことありえないだろう！両手を振りながら、おっさんは慌てて音楽室の中心で暴れている。私が教えていたんだぞ。それがこんなクズどもに負けるはずがない。これは何かの間違いだ。間違いに違いない。こんなバカなことあるはずが。見苦しいですよ、大河原先生。貴様か、私にそんな口を聞いていいと思っているのか。私は大河原甚五郎だ。こんなこと。事実ですよ、つぶら山ブラスバンド部は負けたんです。そんなバカだ。いや、待て。そう言っておっさんの視線がギョロリとこちらを向く。それならば、貴様らをしごいてやる。そうだ、そうすればいいんだ。残念ですが、それは無理です。なんだと？どういう意味だ？なーに、少々面白いものを見つけまして、それを理事長に報告したところ、大変興味を持たれまして。面白いもの？
そこまで大したものではありません。ちょっとした部費の使い方について書かれた本ですよ。まさか、あなたの部費の使い方について理事長がお聞きしたいことがあるらしいですよ。まさか、そんなことを。おっさんがそんな風に騒いだとき、突然音楽室の扉が開かれた。ああ、ここにいたのかね、大河原くん。理事長、それは違います。この女が何を渡したのかは知りませんが、それは全くの嘘で。とりあえず一緒に来てくれるかね。話はそっちで聞くから。そんなバカな話が。とりあえず理事長室に行きましょうか、大河原先生。なあ、だ、話せ。これは夢、夢に違いない。暴れるおっさんをものともせずに、カグネ先生はおっさんの体を抑え込んだ。そのままガッチと拘束して、カズネ先生は音楽室から出ていく。うん、こっちのことは気にするな。あとはお前らで話し合って決めろ。え、あ、ちょっとカズネ先生。そのまま音楽室から消えていったカズネ先生。なんだ一体これは。まあ、つまりは大河原教諭は至極個人的な部費の使い方をしていた。そしてそれを発見されたということだろうね。なんでいきなりそんなことに。さあ、でも話から察するに帳簿でもつけていたんじゃないかな。変に几帳面な人だったみたいだね。そうですか。なんかすごく変な雰囲気になってしまった。どうすればいいんだ。とにかくコンクールの結果はあなた方の勝ちですわ。ああ、そうだね。大河原先生のことは残念だが、それと勝負の結果は関係ない。君たちの勝利だ。おめでとう。ありがとう。ということは、つぶら山ブラスバンド部が廃部ということに。それでは敗者は早々にこの場を去りましょう。そうだね。少々寂しいが、負けてしまったのだから仕方がない。そういった暗い表情で二人は立ち去ろうとする。他のつぶら山ブラスバンド部の部員も暗い面持ちで音楽室を後にしようと。待ってください。突然三影さんが大きな声で出て行こうとしたつぶら山ブラスバンド部の連中を呼び止めた。びっくりした。三影さんがいきなり大きな声を出すなんて。何ですの？まだ何か用が？それは、先輩。俺？ねえ、このままでいいのかな？いや、でも、そう言われても。解決法なら悩むことはないでしょ？簡単な方法があるんだから。そうですね。このままじゃ、後味悪いですしね。悩むことがあるのかい？実のところ、君の心はすでに決まっているんじゃないのかい？そうですね。というか、最初からこうなってれば何の問題もなかったのに。世の中、時には回り道も必要ということだね。やれやれ、あのおっさんがいなければ。まあ、終わったことはいいや。それに全ての結果が出たんだから、今はその後始末をしないと。あのさ、俺思うんだけど。何です？早くおっしゃいなさい。今さらどっちかが廃部になる必要なんてないんじゃないの？それは、どういうことなのです？いや、だから、そもそもあのおっさんが俺たちとの合併を拒んだんだからこうなっただけで、そもそも俺たちは合併するのに反対なんてしてないんだし、
学園側としては部活が一つになればいいわけだし。つまり、あなたは。赤城山と円山が一つになればいいんじゃない？いや、しかし、君たちはそれでいいのか？はい。みんなで一緒に部活をしましょう。ということだ。なんと、なんと心が深いんだ。やはりあなたは僕の天使です。その慈愛に満ちた行動、笑顔、全てに癒されます。はい、ありがとうございます。ああ、そのはにかんだ笑顔も愛らしい。その…とりあえず、がほっとくか。また時間がかかるだろうし、で、どうかな。ありがとうございます。そのお気持ち感謝いたします。それではお言葉に甘えさせてもらいます。みんなをよろしくお願いいたします。みんなをってそれじゃ、私まで甘えるわけにはいきませんから。 なんでどうしてそう思うの。なんでと聞かれましても、だって私は。いいじゃん別に、そんなに意地を張る必要なんてないだろう。別に意地を張ってなど。じゃあひばりが丘さんも入部ってことで。そんなそれに俺たちには必要なんだよ、ひばりが丘さんの力が。私が必要？うん、そうだよ。ひばりが丘さんはそのまま黙り込む。少し瞬瞬するひばりが丘さんは頬を赤く染めている。そして仕方がありませんわね。あなたがそこまで言うのなら入ってあげないこともありませんわよ。本当に？よかった。勘違いなさらないでください。私はあなたがどうしてもと言うからですね。ああ、はいはい、それでいいから。その際、まとまるなら何でもいい。それじゃ、決まりね。ありがとうございます、先輩。うん、これで話はまとまったね。新しいブラスバンド部の誕生だ。それじゃ、歓迎会だ、パーティーだ。あ、いいね。楽しそうですね。ちょっとそんなこと急に。まあまあ、めでたい席なんだからたまにはいいじゃないか。よし、たまにはパーツサッカー。エンディングかな。違った。先輩、この漫画読んでもいいですか？ああ、それは構わないが、水瀬は俺の返答を聞く前から本棚から漫画を取り出して読み振り浸っていた。まったくこいつは。おい水瀬、何ですか？もう夜も遅い時間になりつつあるぞ。そうですね、もう10時になりそうですね。漫画から目を離すことなく水瀬は答えた。時間は分かったみたいだが、お前家に帰らなくていいのか？帰りますよ、そのうち。だから今がそのうちじゃないのか？聞きたいんだよ。その言葉に水瀬はやっとのことで漫画から目を離してこちらに向けた。先輩は私のことが嫌いなんですか？いや、そういう意味じゃなくて。違うんですか？じゃあこのままいても問題ないですよね。騙された。が、そういう話じゃなくて、お前まだ家に帰りたくないのか？いえ、そんなことはないんですけど。それじゃあなんでこんな時間まで俺の家にいようとする？いや、なんか
今までずっと遅い時間になるまで家に帰ってませんでしたから、遅くならないと帰る気になれないんですよね。だから俺の家に入り浸るのか。だってまた商店街をうろうろして問題にするわけにもいきませんし。まっすぐ家に帰れよ。コンクールが終わり、平穏な時間が流れて2週、ようやく定額も開けたのだが、あれ以来俺の部屋で何かと時間を潰し続けるミナス。ゴールデンウィークだろうが平日だろうが定額中だろうがお構いなしだ。別にいいじゃないですか。それに先輩だってあたしといられて嬉しいくせに。あ、もうこうなったらあたし先輩と一緒に暮らそうかな。あ、お前何を言ってんだ。何を驚いてるんですか。別にいいじゃないですか。いいわけあるか。その反応、もしかして逃げるつもりですか先輩。逃げる。残念ながらそうはいきませんよ。私先輩のことが好きですから、私を惚れさせた責任取ってくださいね。ちょっと待て、俺のことは聞かずに水瀬はそのまま飛びついてきた。突然のことで俺は身構えることすらできずに水瀬を受け止める。がーっと苦しい。責任取ってくれるまで話しませんから。責任って、そうですね。よーし、結婚しましょう先輩。結婚。はい、白い教会で結婚式を挙げて、白い家に住んで、あ、海とか見えると素敵な感じですね。お前それ本気で言ってるのか。もちろん本気ですよ。あ、何ですか、私をこんな風にしておいて責任を取らずに逃げるつもりですか。いや、だから責任。ひどいです、先輩ってひどいですよ。どうせ私なんて使い古されてポイされるんですね。もう相手するのも疲れてきた。わかったわかった、もう何でもいいよ。責任でも責任でも何でも受け取るよ。言いましたね、ちゃんとこの耳で聞きましたよ。へえへえ、どうとでもしてくれ。それじゃどうとでもします。そう言ってミナセは強く俺の体を抱きしめた。俺はそのままミナセの体を受け止める。ミナセは俺の胸に絡み顔を埋めながらじっとしていた。今まで甘える相手がいなかった分、繰り返すかのように甘えてくるミナセを軽く抱きしめ返す。ミナセの好きにさせてやろう。俺に甘えてくれている。今はその事実が嬉しいから。先輩。なんだい。いえ、呼んでみただけです。なんだそりゃ。先輩。だからなんだよ。だから呼んでみただけですってば。そう言って笑うミナセの頭を俺は撫でてやった。先輩、ずっと一緒にいてください。エンディングだね。エンディングはカットです。カットします。はい、カット。はい、ミナセルート、これで、終わりました。次はもう残り一人だね。残り一人だね。私たちの思い出だよ。残り一人だね。次回はタエルートやっていこうか。
ここひばりが丘さんも一緒なんか、ひばりが丘さんも差分っていう形で、なんか全員大体全員分あるんじゃないということは。いやお前はいい。全員分はなかった。それでは本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。